港の水面、そこから水中へカメラを移動させると、そこには赤ちゃんイカが泳いでいます。その上からうちの子供、虫網で捕獲しようとしていますね。でもそこにイカ墨で反撃です。こんな小さくてもちゃんとイカ墨を出すんですね。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今日の天気は曇り、でも午後からの海とっても穏やかになりました。その理由は無敵の干潮時間です。海は水深が深くなる満潮、浅くなる干潮を繰り返しています。今日はとっても浅くなりました。そうなるとサンゴ、岩が干上がって、海はまるでプールのように穏やかです。本日のツアーにご参加はリピーターさん1名様です。最初にお越しの時はドキドキ不安、緊張しながら泳いでみました。でも今となってはぐんぐんレベルアップです。さあ今回も素潜り練習から始まります。最初はあれれれ、なんだかうまく潜れません。フォームが完全に崩れています。ならばアドバイスさせていただきます。そうすると徐々にフォームが改善されてきていますね。途中からは完全に素潜りのコツ思い出してきました。その海を楽しみたいというその気持ち、しっかりと応援させていただきます。それがサンゴ礁の海から少人数ツアーのコンセプトです。さあ潜れるようになってくると、今回の目標水平移動です。下に潜ってから横に移動する、これができるようになると、ほらほらお魚さんこんにちは、もっともっと海が楽しくなるんですよね。サンゴとお魚さんはもうすぐ目の前、目と目が合う喜びを実感できますからね。ここまでレベルアップできれば、サンゴとサンゴの隙間の通り道、通り抜けてスイスイと泳いでいらっしゃいました。少人数で行うツアーはお客さんそれぞれのご要望に合わせてツアーを行っております。今回は素潜りドボンでレベルアップがテーマ。今日一日で格段にステップアップできましたね。海を楽しみたい、その気持ち応援します。石垣島の海思いっきり楽しみたい方はぜひぜひサンゴ礁の海からへお越しください。